はい、吉田でございます、えー。第2回目に入ります、えー。2回目にお伝えするのが武士の時代ということでございまして大体、えー、いい平安の頃から、えー、会津松平家が入ってくるまでの間の、まあ、これも結構長いんで、えー、90分でうまくお伝えできるかどうか分かりませんけれども、えー、主に土地というものに着目をしながらお話を進めていきたいと思います。 え前回お話しした通り律令という法律が中国から日本に入ってまいりまして、えー、日本の土地という土地は公の土地であると、えー、ここで公領というふうに書いてございますけど公の領であるというふうになりますで公の土地を我々はお借りをして借りた代金として蘇陽町という税を国に納めるということになるわけですね えー、でこれがうまく回っていればあそれはそれでよろしかったんでしょうけれども、えー、ここの東西、えー、土地が私のものにならないと大概騒ぎが起こりまして、えー、土地はどうしてもやっぱり自分のものにしたいというのが、まあ、人間の欲望と言ってもよろしいかと思うので、えー、長続きをいたしません、はいえー、そうなりますと平安期に入りますと土地というものが 高領から離れていくことになりますこれを私の領地ということで飼料というふうに呼ぶわけですけれどもこの飼料になっていくプロセスというのがバラバラに起こったわけではありませんなぜかというと水田というものは一定の広がりを水で管理をしますのでそれを細かく区切って自分のものにするっていうのは難しいんですねですから一つの水を利用するエリア全体が 公から抜けるという形になって飼料になっていくというのがまあ一般的に考えてられたことですね。それからもう一つはその畑田んぼを新しく作るというパターンで、えー、そこを私の領地にするということも同時に起きるわけでございます。はい、でそういう土地を,をいうものは律令に違反してます。要するに法律違反なわけですから、えー、非常に 問題があるわけですね、まあ、平たく言いますと朝廷の出先機関であるところの国が要するに国の役所というものがそこはお前の土地じゃないだろう本来公の土地なんだから、えー、返しなさいとこういうふうに言ってくるかもしれませんしあるいは本来公の土地なんだから税金を納めなさいとこう言ってくる可能性もある。うんと 私寮として経営をしている側からするとできるだけ払いたくないどんな時代でも税金を気分よく払う人ばっかなんかいません大変な税金払いたくないですねですからもうできるだけみんな抵抗して、えー、国に納める税金を減らしたいとこう思うわけですねでそこで騒動が必ず起きますあでこの騒動というものは大体平安期の頃からいろんな場所で起こるようになります ちなみに、えー、と業務上横領という言葉が今でも残ってますけどあの横領っていうのはどういうことかっていうとこの領を猫ばばするんで横領ということになるんですねですから横領という言葉はこの時代からもうでに始まっておりまして公の土地を自分のものにしちゃうのを横領とこう言ったんで今でも業務上横領ということで、えー、皆さん決して捕まらないようにしていただきたいと思うんですがまあとりあえずそういうふうに私の領地が増えていく。うん それがいつもその公と争う立場にありますから、自分の土地は守りたいんですね。で、その自分の土地を守るために何をしたのかという道が2つあります。えー、1つの道が省縁という道を選ぶ。これはどういうことかって言いますと、えー、自分の土地を名義上偉い人の土地にしちゃうんですね。 例えば私がある土地を自分の土地だとしているとするとこのままではちょっと不安なわけですから例えば福島県知事内堀さんの土地だということにするわけですね。まあ、そうしますとなかなか市役所の人が入ってきてもあの手出しができないということになります。そのの代わり内堀さんとところには名義料として 年貢の4分の1くらい収めてですね残りの4分の3を自分のものにするとこういうことが起こったのがこの荘園とよく聞くことの起こりなわけですでこの荘園というのがですね、まあ、その後どうなっていくかっていうのはまた別の話としてとりあえず覚えていてほしいのは自分の名義では危ないので偉い人の名義にするというのが荘園だとこう覚えていてくださいだからもう一つがですね えと武力を持つ要するに実力で排除できるようになりましょうという道を選ぶわけですねこれがいわゆる武士なんですあですから武士というものが発生したのは平安期の後期になって発生するっていうのはここでありまして、えー、土地を守るために武力を持たなきゃならないということで、えー、武力を持つようになったのが武士の始まりだということになりますでさて話を荘園に戻しますと 荘園というものを名義を変えるということになるわけですが名義は偉きゃ偉いほどいいんですね平たく言うと要するに県知事よりは総理大臣の方がいいってことでございましてどん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 その上の人に土地をこう集めていくっていう,こう構造が出来上がるんですね。 でこれが実は最後の頃になりますと一番偉い人誰だっていうと天皇になるんで実は天皇も荘園領主として大きな土地を支配するようになる、うんね、これが実は院政時代っていうのが始まるのはそういう経済力があったんで初めてできたことなんですけどまあこの話は後にしまして、まあ、とりあえず荘園ってものがどん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 名義は偉くなる方向に行くというふうに考えてくださいですから例えば、えー、と宗教的な権威を持ってる東大寺だとかあるいは幸福寺だとか えー、あるいは石清水八幡宮だとかってそういう宗教的な権威の名義にする場合もありますし、えー、今ほど言った通り例えば天皇にするっていうパターンもあればあるいは関白大乗大臣にするみたいな方法で名義を挙げます。それと同時並行で起こったのは自分たちっていうのも偉いんだっていうふうにしたいわけです。 七子の権兵衛じゃ俺はないんだと。我々だってちゃんとした人間なんだよっていうことをやりたいわけです。武士はとりあえず特にそう思うわけです。そのために何をするかと言いますと、偉い人の息子を向こうに迎えるってこういうことをやり出すんですね。例えばその源の義家の息子を向こうに迎えると家の格が上がるみたいな感じですね。 でもう一つね実は重要なのはこの時代は相続権が女性も男性も大体平等にあったのだから娘に後を継がせるっていうことはありだったわけただ娘が名義人にはなれないのでお婿さんを迎えたお婿さんを名義人にして、えー、娘のところに土地を相続させるってこういうケースが非常に多かったですねなので あのいろんなその豪族が我は源氏だとか俺は平氏だとかっていう風になったのの大きな理由の一つがそうやって向こうを迎えるということであのそこに蔵替えをするという風にしてだんだん家の格を上げるということをするでこれ格を上げるとですね実はその名義を変える時も便利なわけですね要するに自分の,その家柄の近いところでもっと偉い人にお願いができるようになりますから何にも知らないでお願いするとやっぱ結構 大変でしょうからねやっぱりなんかつてがあるとやっぱりやりやすいということでつてを作るために向こうを迎えて、えー、それで家を継がせるというようなことをします。えー、徳川家の話をしますと徳川家も実は向こうなんですねあのご先祖さんもたどってきますと。 それも同じようにその松平豪というところにいた一族が自分の家の格を上げるためにやっぱり偉い人の子孫だと言われてる人をお婿さんに迎えてその人に家を継がせて家の格を上げるっていうことをやるまあこういうことが非常によく起こったで日本の場合は、えー、と権力と権威と両方ないとなかなか安定しないだから力だけ強くてもやっぱ駄目なんですね 力と同時に何か権威づけっていうのは必ず必要でその権威づけっていうのがそのさっき言った家の格であったり宗教的な存在であったりあるいは天皇家であったりってそういうものの権威と結びつくことによって初めてえ自分たちの土地が安定をするというふうになっていくわけであります。はい、でまあそういうことを繰り返しながら平安時代が過ぎていくわけですが。 えー、この平安末期になりますと日本の荘園というのがもう極端に天皇家に集まるようになってしまったんですね。えー、ほとんどの土地が実は天皇家のところが名義になるという時代になりましてこれなかなか不思議なことで天皇ってのは政府の代表でありますから公の領地のトップでもあるんですが同時に私の領地でも大地主になって,るっているという二重的な権力を持つようになってしまう。 でその時に天皇家が考え出したのが陰性なんですねあの実はこの前あの前の天皇陛下が生、えー、前上位をされまして、えー、今の天皇に代わられたわけですから200年ぶりなんですけどもね、えー、この上位をしたあ前の天皇を上皇というふうに呼びまして、えー、それがお坊様になると法皇になるわけですけども こういうい上皇とか法皇とかっていう人が実際は政治を握るというのがこの陰性の特徴なんですね。でなんでそんなことをせなあかんかと言いますと,、えー、と先ほど言った通り公の領地のトップという立場と私の領地のトップという二面性を持ってますからどうしても矛盾しやすいわけです。 ですので公の土地の方は天皇に任せて私の領地の方は私が持つということにして、まあ、2つをこう区別をするということを、まあ、あの人たちはするわけ。もう1つは天皇は実は不自由なんです。ですから簡単に御所から出られません。なので例えば、えー、と有名なのがあの白河上皇とか後白河上皇あたりは熊野詣に行きたくてしょうがないわけですね。 ところが天皇である時は行けませんご紹介で出られませんからそれで、えー、熊野詣に行くために、えー、天皇に位を譲って自分は熊野詣に行くみたいなことをするあるいは天皇であると、あのー、お灸とか針をができないですね要するに玉体を傷つけるということで玉体に火をつけるとか針を刺すなんてことは許されないっていうことで病気の治療ができません でこの病気の治療をするために天皇に位を移って自分は上皇になるなんてケースもある、まあ、そういうようにあの陰政時代というのは土地が多くその天皇家に集まってきたがゆえに起こったことだというふうに考えてくださいでそうなりますと今度はですね現場が困るわけです要するに上と自分の距離がありすぎますからなかなか下の意見が上に通りません でそうすると現場の方では何か税金のただ取られ感っていうのが非常に満ち満ちてくるわけですね。そこで現場がじゃあ俺たちがもう少し土地の権利っていうものを持ってもいいんじゃないのって言って始まったのが鎌倉幕府だと思っていただければ一番よろしいんですね。要するに現場で土地を管理している武士がもう少し権威とか権力を持ってもいいでしょうということで鎌倉幕府を作ったと。こう考えると分かりやすい。 そして鎌倉幕府が全国に置いたのが地頭という職ですこの地頭という職を置くことによってその土地が高齢だろうが資料だろうが関わりなく鎌倉幕府は税金を取る権利を持ったんですね それなぜそういう権利を持ってたかっていうと平家を追悼するためには警備が必要武力が必要でそれを維持するためにはお金がかかりますから皆さんそれを負担してくださいということでいわゆる平家特別納税みたいな感じであのみんなから税金を集める権利を持つようになったのが、まあ、鎌倉幕府の始まりだとこう考えてもいいところがねこの鎌倉幕府がそういう権利を持ち出しますと先ほど言いました 高齢と資料ののトップの天皇家は面白くないわけですねそれで天皇家側が鎌倉幕府と一発やらかしたのが有名な上級の乱ということになりまして後鳥羽上皇が鎌倉幕府を倒そうと <laughs> そして土地の権利をもう一回自分に取り戻そうとこうするわけですが残念ながら京都方が負けまして。 でその結果何が起こったかと言いますとこの地頭というものがそれまで東日本だけだったわけですけども西日本にも地頭が置くことを認めざるを得なくなって全国各地に地頭という職が置かれるようになって、えー、鎌倉幕府のもとに、えー、統治されるというのが起こります、はい、ですから武士というものの成り立ちはこの土地というものと税というものに非常に密接に結びついていて できるだけ土地を自分のものにしたいし同時に税金をできるだけ払いたくないとでそのためには自分たちが権威と権力を持つしかあるまいということで源頼朝を担いで鎌倉幕府を作るということになったわけであります、はいえー、こうして地、ま、頭、あ、というものが全国各地にばらまかれるわけですがこの地頭というものをおこりとして 発生して会津の場合ですと会津の地頭は足なしということになりますし、えー、薩摩の国ですと島津市ということになりますし陸奥、えー、国で言えば南部市であるとかあるいは相馬市であるとかああいう古い家柄の大名家っていうのはみんな基本的にこの時 鎌倉幕府から派遣をされました地頭というものがもともとのおこりになって、えー、その土地土地を治めるということになるわけでございます、はいえー、そして同時にですね鎌倉幕府が始まって鎌倉時代が進んでいくわけですが最初のうちはすごく良かったんですよなぜ良かったかっていうとなぜ平家の持ってる土地がありますから 平家の持ってる土地をみんなに分配すれば誰も文句を言わない。どうでしょ。土地があって源氏が持ってる土地と平家が持ってる土地があって平家が潰れましたから平家の持ってる土地をみんなに分ければみんな文句を言わないとえこういうことになるんですがえ平家が全部潰れちゃいますともうどこにも土地がない。 でこのどこにも土地がわ分け与える土地がないところに起こったのがいわゆる元寇の乱という日本に中国の兵隊が攻めてくるとそれを守らなきゃならないということで、えー、武士に、まあ、鎌倉御家人にみんな従軍をさせますところが従軍をさせると費用がかかりますから鎌倉御家人がみんな貧乏になりましてなんとかして俺たちに土地を分けてほしいということになってでこの 土地が欲しい土地が欲しいという矛盾を解決できなかったことが鎌倉幕府が滅びる大きな一つの原因になったということが言えようと思います。はいえー、これで鎌倉が終わって、えー、その次の時代の幕開けになるわけですが、えー、先ほども言った通り実はこの鎌倉時代の頃はあ女性にも相続権がありました。それから えー、子供であると割と平等に相続権が認められてたんですねですのでどんどん実は土地が細分化されるという構造がこの鎌倉幕府時代には進んでいくわけですでこの土地が細分化されると非常にまずいこともたくさん起こっていくんですね要するに水の権利なんてのはこう細かくは切れませんからある程度の面積が必要なんですけれどもみんなに相続をさせますとどんどん細切れになりますそれでは不便だということで どっかしららが土地をまととめなななきゃならないということが起ここですでこれが最終的には総領権ということで要するに誰が総領になるかということで総領に全部土地が集まるということになっていってそれが江戸時代に入って長子相続制ということで長男にすべて土地が集まるというふうになって最後は収まるわけですけどその収まるまでに、えー、だいたい400年くらいの時間かかって非常にこう揉め事がずーっと続くことになります。 それが相続の難しさということになるわけですがで実はこのどっちが総領になるかというのがこの鎌倉時代も後ろの後半戦になりますといろんなところで起こります例えば比叡山は比叡山と三井寺で争うようになりますどっちが本当なんだどっちが総領なんだということで比叡山延暦寺と三井寺が争うそれから高野山も高野山と根室寺が争うということになる。 それから、えー、藤原北家と言われる,わる藤原道長の一族もその時代に分裂を始めまして五石家と言われるの衛高塚佐九条一条二条という5つの家に分かれてどこが総領だというふうに争うようになります。でそれがさらに天皇家でも争いになるわけでございましてこれが有名な南北省の天皇両党制の始まりになるわけですけれども、えー、これは実は五賀天皇という天皇がおりまして。 でこの人は本来天皇になれた人ではないんですけども上級の乱の結果で、えー、後,鳥羽天皇に後鳥羽上皇に近かった皇族はみんな天皇につけなくなったもんですから冒険から来て天皇になられた方は後相馬天皇だったんですねですので鎌倉幕府に実は頭が上がらなかったところがこの後相馬さんってまた面白い人で息子が2人いました後、えー、深草さんっていう息子さんと亀山さんって息子さんがいたんですが 長男のご深草さんに相続させりゃいいものを弟の方が好きだからってんで弟にも相続させたいって始まったわけですね。それで困ったのは鎌倉幕府でございましてあちらを建てればこちらが建たずということでじゃあ交代交代で天皇になったらどうですかっていう話になりましてえーこれが南北朝の起こりなんですね。 五、まあ、あ福格差さんの方が寿命院という寿命院党という系列になり亀山さんのところが大覚寺党という系列になってこれが交代番庫に天皇になるとこういう変築輪なことをしだすんですがそれがまたこの次の世代に貼るとこっちの系統がまた2つに分かれたりするもんですからひどい時は4つのこう系統が分かれて交代に天皇を出すなんてことになってもう始末が収拾がつかなくなる。 でその背景にあったのは先ほど荘園の話で言った通り日本中の土地の多くが天皇家に集まっちゃったんですねだから巨大地主なんですよ。でその一つが確か八丈院寮という荘園ともう一つが長江道寮という荘園があってそのどっちを相続するかということで兄貴と弟が争ったのがこの亀山さんと五福福さんの争いで。 まあ、要するに日本国中が相続をめぐってもいろんなとこで争うようになったのがこの鎌倉時代の終わりごろなんですねで。さっき言った通りもりその時は分け与えられる土地がありません、えー。この前の争いの時は平家を潰せば平家の土地をみんなに <laughs> 分けることができましたけど今度はどうしようもない。でそういうい時に現れた 変わ後醍醐天皇というまたユニークな人が出てまいりまして、えー、この人がとにかく俺が一番で治めんだとかっていう話になって鎌倉幕府を、まあ、あ討伐をして滅ぼしてしまうそして兼務の神聖ということで天皇制をもう一回復活させようということをやるんですがあの200年近くも <laughs> 政治をしてなかった人たちが政治をするなったら土台然無理な話でございましてもう収拾がつかなくなりまして日本国中が大動乱になるのが南北朝の大動乱いわゆる官能の乗乱と言われる時代がここで始まることになりますでもそれらはべて今申し上げた通り根っこは土地であり相続であるということなんですねこの問題っていうのはなかなか実は本当解決しません 最後に解決するのは徳川家康が長男がボンクラでも何でも長男に相続させるんだっていうのをルールを決めてようやく収まるわけでございましてそれまでの間は非常に争い事が続くということになるわけでございます。はい、でこの時会津の方の時代を今度は見てみましょう。えー、多分初めて今のところ30分になろうとしてますかいい具合ですね。 じゃあ会津の今度はこの時代の話をいたしますと先ほど地頭というものが全国各地に鎌倉幕府によって送り込まれてそれぞれの土地の支配権を握るようになる話をしましたけれども会津の4つの軍会津軍山軍川沼軍大沼軍会津市軍の地頭として任じられたのが いわゆる時この芦名さんというのは実は非常に面白くてですねもともとは佐原さんっていうんですけどもこれはいわゆる三浦一族であります、えー、と鎌倉時代の争いで最後まで北条氏と戦ったのが三浦氏ということになるんですが、まあ、三浦氏は滅んでしまうわけです負けまして滅びますとはこの佐原さんたちだけは どういういわけかか、えー、三浦さんにつかずに北条さんにつくんんにににず北条くですね。それなぜかっていいますと、えー、3兄弟のお母さんがもともとは北条さんの奥さんだった北条の義時かあ泰時だな泰時の奥さんだったんですねところが三浦氏と北条氏が微妙な関係になったんで離縁されまして再婚するんですね 再婚した相手が佐原さんと再婚したんですけどもそんなことがあったんで実はその北条と非常に関わりのあった3兄弟なもんですから、えー、三浦の本家に就くのをやめまして北条の方に就こうっちうんで北条についておかげで滅ぼされずに残るということになるんですが、うんえー、ちなみに笑い話でこの。 三浦氏を継ぐことになったあ名の血筋まあの血筋が最後に滅ぼされるのは戦国時代になって北条総愚に滅ぼされるわけなので、えー、最初の本家も北条に滅ぼされて後の本家も北条に滅ぼされたんでよっぽど三浦は北条に相性が悪いんだろうなんて話もするわけですけどもまあそれは後日談になりますがまあそんなこんなで3兄弟が北条方に味方をします。 それで家が許されまして会津の地頭になることができるわけですね。でこれが、えー、後に加納氏という本家を継ぐ兄弟あ,あの人になっちゃうかな三つ森さんだったかな。まあ、あとそれから、えー、と芦名さんとそれから新宮の時津良さんという三兄弟が会津に入あの会津を治めることになります。で お母さんの違う三兄弟がいまして稲代それから北田それから藤倉ということで、まあ名の一族というのは六つの分家が分かれてここでどれの土地を納めることになるわけですね稲代を納めたのが稲代市それから藤倉二階堂で有名なあそこら辺を納めたのが藤倉市それから北田市というのがだいたい今の どこら辺だろう湯川田とかあそこら辺にいたのかなそれから新宮市が北方にいて加納氏が厚代加納の方にいてそれで芦名が黒川城で若松にいたとこういうことになるわけですね。はい、でこういうのがいわゆる御家人と言われるのが地頭になって入っていくっていうプロセスですございますけれども会津の場合は疲労ございますので実はあのー、芦名市以外にも3つの地頭がそれぞれ置かれることになります。 えー、一つが南山信山城と田島にあのお城の跡があって、えー、確か軍役場の跡にもなったのかなと思いますけども、えー、あそこにいたのが長沼市といいうご族が入ってまいりまりすこれは本家が栃木県の小山の小山市の血を引く、まあ、名門なんですけどもそこの文献が入ってまいりまして長沼さんという、えー、かなり勢力を持った人たちであります。 それからもう一つがあの稲のところに、えー、これは河原田さんというまた御家人が入りまして、えー、稲郡を治めるで稲の逆は違法で今度は北でございますから今度横谷、に、えー、朝の人はなんだっけな山之内さんそうそう,そう山さんということで、えー、まあ3つの部族が豪族がそれぞれ割拠することになるんですが えー、芦名さんが前政の時代でもこの3つの豪族はなかなか従わなかったということで非常に独立性の強かった人たちなんですね。で特にあの山之内さん、えー、横田とかあそこら辺が本拠地だった人たちですけども、えー、この勢力は結構強くてですね、えー、よくあの番下のあたりまでは押し出してきてたようでございまして、えー、結構争奪戦を繰り広げております。 で横,田な横田七頭っていうのかな,なんか7つの確か文献があってそれが食い丸じゃねえやえっ、ー、と沼沢だとかえっ、ー、と横田だとかえー、まあそういう地域に7つのこう文献があったそうでございます結構強かったそれから長沼さんというのも結構強い人たちでございまして 後に芦名の全盛期を作った芦名毛隆寺さんというのが隠居寺として隠居場として向かい半黒城というのを本郷に作るわけですけどもあの位置にあの向かい半黒城を作ったっていうのはやっぱ半分以上は長沼さんを警戒してるんですね。えあそこ要するにあの飛騨峠からあの西街道でこう大内に行く街道筋につながるところでございますので。 えー、そういうところを見張らなきゃいけないっていうことで多分まあそこを作ったんだろうと、まあ、そのくらいあの独立した勢力がやっぱり今の南会津軍には、まあ、かなりあったということが言えるだろうと思います。はい、で今度は会津平に入ってまいりますとこの6つの一族になるわけですけども。 もうこの時代になりますってとも大体室町に入ってまいりまして室町戦国の時代でございますのでえ今度はこう水の権利をも去ることながら商いの権利みたいなものを地域として納めなきゃならないっていうことになりますのでえ領地をより拡大していく方向に流れていきます。これが皆さんご存知の戦国大名につながっていく流れなわけですけども。 あれは一つの証券をこう隔離するっていう意味もありますそれから農業生産の水の権利を隔離するっていう意味もあって領地を大きくしていくっていう風になるんですねですから足なしの一族も6つの一族がこの千代地で争うようになってまいります今でもあのお金持ちのうちって僕大変だなと思うのは遺産のたびに何か揉め事があるよねとかっていうのと一緒でございまして 芦名さんの一族6つも結構お互いにこうバトルをしてですね大変な目になるんですがえ強かったのが喜多方の新宮さんですえこの新宮氏の強さっていうのはやっぱ半端じゃなかったですねで初代の時津羅さんっていうのが会津時津羅と言われてるくらいその会津に地を張ってたんですねあというのは正確に言いますと地頭と言っても本拠地は鎌倉にありますので 大体あの弟とかあのー、所長氏要するに目かけ腹の息子あたりが現地に行って大官やるっていうのが一般的に多いんですけども時津良さんってのは会津時津羅って言われてるくらやっぱ会津におったわけですねだから非常に根強い力を持っておられたでこの新宮市の力の源泉だったのが実は熊野神社 熊野神社と結びついた新宮市っていうのは芦名市から見ると本当に強敵だったんですね、うん、熊野神社っていうのはご存知の通り源義家が建立したと勘定したということになってる、まあ、名門中の名門の寺でござあの神社でございますからこれをとにかくバックボーンにつけてるっていうのはもう,もうすごい権,権威があって強いんですねそれで芦名が困って熊野に勝つには諏訪だって言って諏訪神社を持ってきたわけですよ ですから諏訪社というのが非常に足なしにとって重要だったというのは熊野神宮コンビに対する足な諏訪コンビという形でバトルをしたというのがこの諏訪社なわけですね。ですので実は熊野社にしても諏訪社にしても東北地方では多分一番くらい古いあのお社だろうと思うのはあそれだけ昔からその感情よし神様を持ってきて。 あの社を建てて勢力を作っていくっていうことをしてたまあ一つの証しだろうと思います。あですのであの私はあの古い建物の中でやっぱり特に素晴らしいなと思うのはあの熊野神社の長所ですね。えー、あのやっぱあの趣といいますか何と言いますかやっぱり厳かなものがあるというのはやっぱ当時あれで他のねあの建物が残ってたら熊野神社なんかどれほど。 立派なものだったらどうなと思うのを思わせるような建物ではないかと思うんですね。あの秋になりますとイチョウが非常に綺麗なこうあな黄色い葉を色づかせますのであの行ったことのない人はやっぱあの長床のイチョウくらいはやっぱ見といた方が私はあのいいと思いますのでおすすめをいたします。はいえー、それから諏訪社の方もその後もずっと若松にとっては重要な神社として位置づけられまして。 時代を下りまして賀茂さんの時に、えー、閣内の自社を全て閣外に追い出すわけですけどもその時に閣内に残った唯一の神社が諏訪神社でございますのでそういった意味でも諏訪神社の価格家の、まあ、家ではないですね神社の格の高さっていうのが、まあ、それでおのずと計り知れるだろうというふうにも思います、はいまあ、そんなことで新宮さんと足なしが バトルにバトルを繰り返しまして最終的にまあ芦名さんが勝つということになりましてようやく会津という土地も一つの芦名家という戦国大名という形が生まれてくるわけでございます。はい、でこの芦名氏というものが一番大きな勢力を持つようになったのが森氏さんという非常にまああの有名な武将がおられまして。 この方が西は越後に攻め入り北は米沢に攻め入り東は三春に攻め入りということで非常に領地を増やした人で当時が足名市の一番最盛期だろうというふうに俗に言われているんですね。ところがこの森氏さんという人は非常に変わったところがある人です。 何が変わってるかっていうと女性関係が綺麗すぎる奥さん一人しかいなかったこれはね当時の,その戦国大名としては考えられないわけですねまあ上杉謙信のように女嫌いだったっていう人も <laughs> 中にはいますけどもおかげで謙信さん死んだ後頭目相続で結構大変な目になって。 おたての乱なんていう大変な動乱を迎えるわけですけども森うさんも実はあの奥さん一人しかいなかったんで息子さんが一人だけだったんですねでまあこの息子さんっていうのがねまたどういうわけか部下に斬り殺されてしまうこの一人息子が部下に斬り殺されたあたりから芦名一族というものの まあ、衰えが始まると言ってもいいと思うんですね。えー、一人息子を殺されてしまいますと跡継ぎはいません。で森内さん困ったわけですねどうしようかと。えー、まあ分家はいくつかあったんで分家から入れてもいいんだけれどもそれではここまで大きくなった足なけの領地は維持できないということで、えー、非常に奇妙なことを考え出します。えどういうことかというと一人息子の奥さん これ伊達さんから嫁に来た人なんですけどこのお嫁さんに婿を取らせるんですねだから全然足のと血筋関係なくなっちゃうわけですけどもこの若子家に婿を取らせる。この婿っていうのが人質で会津に来てた、えー、と中通りの大名の息子を婿に仕立て直しをしてでこの二人に家を継がせるわけです。 これかなりきわどいのはその足名の地位入ってないわけですからねどうしましょうかって感じなんですけどまあ森氏が生きてるうちはまあまだ良かったんでしょうだから森氏もなくなりますでまたこの向こうまで部下に切り殺されるという非常にまた不幸な事件が起きるんですねでなんでそんなにあの部下に斬り殺されるんだって思うかもしれませんけど実は徳川家も家康のお父さんも おじいささんも部下にり殺されたりしてますんで、結構あの時代で、ね、結構部下に切る殺されたりするんですけどもねまあそんなことがあって、えー、その婿も殺されて亡くなっちゃうでこの若子家と婿の間の子供がいたわけ亀尾丸だったかなあ子供がいるんですこれが3つか2つで亡くなっちゃうんですねでこういよいよとうとう足なけにとっては誰が継ぐのかっていう話がもう 空席になってしまうって非常に不幸な事態が起こるわけです。それがしかも戦国の一番ピークの時代に起こったわけですから、えー、もう始末に困るっちゃこのことなんですね。この原因って全て要するに森氏さんが奥さん1人だけだった子供はが1人しかいなかったから始まってるわけでありまして森氏さんって立派な武将だったけどもどうもその 持続可能性という観点から考えるといささか問題があったのではないのかなと私なんぞ思っておりますちなみに森氏さんの木像は、えー、と湯川沿いの宗永寺というお寺さんにあの今でもございますので、えー、なかなかあの目鼻立ちがどんぐりまなこであのいかにも強そうな顔をした木像が今日に伝わってますけどもどうも女性関係の方はそういう風貌とは関係がなかったようでございますね。 はいまあ、いずれにしてもそうやって「えー、亀尾丸がなくなっちゃって足なきゃどうしましょう?」という話になります。それでまあ重心が集まりまして議論をするわけでございますけれどもその時に候補に上がったのがお二人いらっしゃったわけですね。人人人人がががのの弟この人を養子に迎えままししょうううといいたたたちちも あの水戸の佐竹さんという、まあ、これも有力な大名でございますけれども、えー、ここの当主の弟さんこれも弟さんなんですけれども、えー、これを迎えましょうということになります。で、まあ、当時はもう戦国も末期でございますんでだいあのちっちゃなところはみんな潰れてまして大きなところで残ってるのがだいたい北は伊達家南は佐竹家、えー、西が上杉家。 みたいなな関係になってますから、まあ、選択肢としては多分そんなところしかなかったんだろうと思うんですが、まあ、当然の絵もゆかりもないのが来るわけですからあの家の中はまとまらない。で当然伊達政宗というまた勇猛果敢なライバルがおるわけですから自分の息子が継ぐはずだった自分の弟が継ぐはずだったのが佐竹の弟が継ぐことになったんですけど当然気分が悪いわけでございまして、えー、これで。 伊達政宗が攻めかかってまいりますのが磐梯山緑り上げが原の戦いという、えー、芦名家と伊達家の存亡をかけた一大決戦が起こるわけでございます、はいまあ、この辺のことは千、まあ、ものでよく書かれているわけでございますけれども、えー、とちょうど場所で言いますと磐梯、えー、パーキング磐梯サービスエリア のあたりから葉蜜、えー、神社の方にかけての一帯がすり上原ということになるわけですね。でそこに川が流れておりまして、えー、大谷川だったかな川が流れてるんですが、えー、まああの戦の模様なんてのはまあどうでもいい話なんですけど途中まであの足長優勢後でってあとでんか風向きが変わって伊達が優勢になったって。こう ほとんど千も者って同じパターンなんで最初はどっちかが勝ってて逆転されるっていうのが多いんですけどまあこれを全く同じようなことが起こりてえまあ芦名さんが負けるとで負けると義弘さんは居場所がなくなったんで水戸まで逃げ帰るとで芦名さんがあの舘さんが若松の黒川まあ当時は黒川城でございますけども黒川に入って治めるわけですが 1>, 1年後に小田原三人に遅れたということで合図が召し上げられて伊達さんはたかだか1年間しか合図にはいなかったということなんですね。まあここら辺はもう本当の講談者みたいな話になっちゃいますけどもあのちなみにその足名を継ぐはずだった政宗の弟は実はこの若松の土地で毒殺をされるあ毒殺じゃないか手打ちになるということで。 正宗が息弟を殺していくわけですね小田原に行く前に、まあ、そういった意味で言うと、えー、大名家の相続の問題まだこの時代は相続が長子相続で固まっていませんから相続の争いというのは潜在的に発生しますのでこの相続の問題を解決するためにはライバルを殺すしかないということになるこれが伊達家でも起こったということですね。ちなみに信長も 織田家をまとめるために実の弟を手にかけるということが起こるわけでいかに当時その相続の問題っていうのが非常に難しい問題をはらんでたのかっていうのはそこからも伺い知れるだろうと思いますえちなみに摺鐘ヶ原の戦いでえ足名けに尽くして戦死をした3人の武将を讃える日が山中日ということで石碑がある矢にお聞きしておりますけども あれを建てたのは会津藩も随分ん後の8代の方々の時代でございますから、えー、まあ後で会津藩の話をする時に出てきますけれども会津藩の朱子学というものが実は一変田中春中の反省改革の時に朱子学ではなくなるんですが田中春中が亡くなった後また朱子学に戻るんですね復古する。でその復興 進めたのがこの八大藩士の片高という人でございましてその朱子学的な主人に仕えることを検証するという一つの格好の材料としてそのすり上げ原の三中三人の中心をわざわざ歴史から引っ張り出して石碑を何百年ぶりに建てたというのが実は真相でございましてそれまではほとんど三中碑なんて三中心なんてのは誰も言わなかったわけでございますけれども。 まあ,あれがまあ典型的な歴史の後付けみたいなものでございますね。まあ、そういうことが起こったということであります。はいえー、ここまでで約1時間、えー、残り30分少々でございますので、えー、ここから先は、本当に戦国が終わって、松平に行くまでのお話をお進めたいいと思います、うん、もうしばらくお付き合いください。 えー、さて、だてまさんもねが藍津に入ってまいりました芦名は亡くなりました芦名氏が実はその後伝えられたのは秋田の角野伊達でございまして、えー、ですから角野伊達が城下町として今日観光地になっておりますのも藍津と実は関わりがあるといえば関わりがある話なんですねまあ残念ながら角野伊の芦名氏はあの三代くらいで滅びることになりまして 今、確か、足の本家は、仙台の、伊てに使えた方の足が、多分後取りになっているはずなんですけれども、まあ、あれだけの名門ですのでね、必ず、あの、大学しら取り立てられた後は進うことになりますので、えそんなふうに、今日でもスタートいるということになります。はい。で、また、たてまさもが入っていきます。で、あの、皆さんが、その、これまで見聞きした歴史で悪いことが一つあるのは、 でも、そのとかウェルシー・カンカスとかって有名な大名が入ってくると、さぞ立派なことを愛しでしたんだろうとかって思ってしまう癖があるんですね。ただ、実は全然そんなことはありませんで、あのわずか1年くらいしか、両親でない人間が何ができるかって言うと、ほとんど実は何もできないんですね。ただ、んもほとんど愛に残していなたことものがありません。 えっとむしろダテさんの話に残されてるのは焼かれてなくなったっていう話の方が多くてですねあのダテさんに焼かれていろいろと辞報がなくなったとかっていう自社部下からかなり多いというなまあそこら辺なんですがあの唯一愛イに残したのは塩田さんなんだと思武藏田さんがアイズに残した今でも結婚式では出てくる。うん サンサシング、あれね、私不思議だと思うんですよ、あれ。サンサシングでって言のは、合図が負けてですね、勝った方が合図に入るときに歌った歌を、負けた合図の人が今でもあの <laughs> 結婚式で歌うっていうのは、<laughs> 一体どういうことなのかと、いつも思うんですけれども <laughs>。<laughs> <laughs> だから歴史してる人はちょっと歌えづらいんじゃないかなと思うんだけど。 <laughs> まあ、それが、まあ、あの、政村さんが残した一、はい、つということになるんですね。はい。で、えー、この伊達政宗から星野正樹までの間って実は50年しかありません。歴史の時代、時間でいうと。で、この50年の間に、両親が8人かわるんですね。だから、単純に割わっても、一人当たり6点くらいなわけです。ですから、目まぐるしい。 とにか,かくめまぐるしく変わる。うん、でこのめまぐるしく変わった中で、アイズにあんまり影響を与えなかったのがダテママさんとウィスインカルこれはほとんど実はアイズに残してません。えーとダテママさんは酸サ素サだけ。えそれからウェスインカルは中途半端に作った講座質のあのドボりの跡だけ。ということでございまして、<laughs> あのお二人有名なんですけれども実はあんまりアイズとは関係がないんでね。 で、これは、ね、もう一つね、私、これこの上杉かやかつが田舎だなぁと続くづく思われる人を一つ言いますと、えー、関羽原の戦いというのが、世代の600年にあるわけですね。えー、これで、えー、徳川家康さが覇権を確立するわけですけれども、あの時の上杉軍って何をしてたのかということですね、えー。上杉軍が田舎だなぁとつくづく思うのは、あの時、上杉軍が戦ったは山形と戦ったんですね。 一生懸命山を戦ってですね、ドンパチやってるわけですけど、対局に全く影響しない、そこら辺でいくら戦争してもですね。あの時に、要するに上杉軍というのが仮に戦略的な発想を持ってたとすると、やっぱり危険を顧みず江戸城をつくくらいのことをしないと、戦争として勝てる目はほとんどないわけですね。そそこら辺がその まあ後で出ますけども、職法大名と言われる、要するに、織田・豊臣直系の大名の持ってるセンスと、田舎の大名の持ってるセンスの差だなと、私はいつもつくづくと思うんですね。ですから、非常にあのもったいない、まあ、まあ戦争とはもったいないも何もないんで、戦争ない方がいいに決まってますけども、まあ、あんだけせっかくやったんだったら、もう少しちゃんとやれよな。 だ結構直江真篠の紙っていうのも頭が良かったんだか悪かったんだったかよくわからんと私はいつも思うのはそこら辺なんですね。はいでまあ、ということで伊達さんと上杉さんあんまり大きなことを残しませんでした。で重要な影響を与えたのが先ほど出た「織法大名」要するに織田信長豊臣秀吉の直系の大名が非常に会津に大きな影響を与えました。 えー、その一つが蒲生家です蒲生、えー、家は、えー、西蒲王時代も含みますと親子3代にわたって合図を収めました、えー、この影響は非常に大きなものがありますもう一つ忘れてはならないのが加藤義昭加藤家も2代にわたって合図を治めて、えー、加藤義昭はご存知の通り、えー、静ヶ岳の七本槍の一人で豊臣秀吉の直系の武将であり 伊予松山を治めてから会津に入ってきた武将ですけどもこの人たちってのはねやっぱ髪方なんですよ。要するに当時で日本の精神文化物質文化,文化の中心地に近いところの人たちだったもんですからもういろんなものを会津に持ってきてくれたでそれが今日まで伝わって会津の繁栄を支えている部分がかなりあると思います。 えーまあ、どういうものがそれにあたるかというと、まあ、もちろん伝統産業と言われてる漆器であったり焼き物であったりあるいは刀であったり金庫であったり、えー、あるいはあ綿であったり織物であったりも様々なものをお酒であったり持ってきたわけなんですね。 でそういうものがこの土地に根付いたものもあれば根付かなかったものもあるんですが、まあ、いずれにしてもそういう最先端のものを持ってきたのはまさしく彼らだったということなんですただねこの前ね驚いたのは会津、えー、器の起こりっていうのが日野湾だっていうのを潮田さん聞いたことあってガモウジ里が持ってきた日野の,のお湾から始まっただっていうふうによく言うんですけど、まあ、とある専門家がこの前調べたところ 日の間で行って調べたが賀茂の時代にここに湿器がなかったっていうのは実は真相に近くてですね <laughs>、あのー、結局何でもね相手の人って賀茂さんに結びつけたくる癖があるんでそういう話にしちゃうらしいんですけども真実はどうも違うとであれはねその専門家の人が調べた範囲で言うと賀茂、えー、さんがね九戸の乱ってのを納めに行くんですよ九戸の乱ってのは戦国の一番最後の 戦争でしてね南部市の士族だった久野平さんっていうのが豊臣秀吉は認めないって言って最後までここの戦いをして全滅するんですけどもそこにその賀茂さんは攻めに行くんですよ。でその時にあの城寺という有名な漆器のの産地が岩手県の北部にありますこの常防寺のお椀が持ってこられたお椀の原型じゃないかっていうのが あのその専門家の方が調べた結果なんですね。うん、ですので、まあ、蒲生さんが持ってきたことに変わりはないにしても実は日野湾ではなくてその浄法寺という,う東北に伝わってきた要するに秀平湾の流れを引くあの藤原ね奥州藤原市の流れを引く四季、うん、湾が会津に持ってこられてそれが会津湾になってったんじゃないかっていう話が、えー、実はこの頃出てまいりまして。 まあ、面白い話なんでちょっとご紹介しましたけどもまあそんなことがあるそれからねまずいくつも話があるんですけどえっ、ー、と芦田さんの時のお城は黒瓦なんですねで今のお城って赤瓦じゃないですかであれね説明するガイドの話聞いてると黒瓦ってのは雪に弱いから赤瓦にしましたっていう説明をずっとしてるんですよねでねあれは全くナンセンスな話としてありまして あの正確に言うと蒲生さんの頃の黒瓦の技術があの時代には廃れてしまって粗悪な黒瓦しか焼けなくなったんでしょうがなくて赤瓦でしたで本来の黒瓦ってのはいわゆる還元縁で焼く1,300トンくらいで焼く瓦ですからそんなに簡単に割れないんですよ。 と1300度で焼く技術がなくなっちゃったんで焼く低い温度で焼く黒ラだから脆くてすぐ割れたっていうのが正しいところなんですねだからあの説明ってのもちょっとちゃんとそこら辺まで調べてからしゃべんないとなんかあれだけ聞いてたら黒瓦って粗悪品なのみたいに思っちゃう人が多くなるんであれは大いに間違いなんですね、はい、それから会津馬親も蒲生さんが持ってきたっていうふうに一応なってるんですねとこれもねよくよく調べるとねそうも言い切れない 確かに最初に綿を持ってきたのは綿というものを栽培するように導入したのは蒲生さんであっただろうけれどもそれがやっぱ出づきはしなかったんですねなかなかだからその後の星名さんになっても何べんも綿作れて奨励してるんですよ奨励してるって言うんですよ奨励しなきゃ誰も作らなかったっていうことですから今のおおのやることも一緒で奨励してるって言うのは従わないから奨励するわけですからね ですから結局なかなか渡っての栽培はあの江戸の初期の頃はなかなかこの土地にはなかったでそれが実は私が仕事してる福井市本店がなぜ渡の古着から商売を始めたかにつながるわけ要するに東北でやっぱ渡はなかなか作れなかったんで上方からやっぱり持ってきて売るっていう商売が成り立ったっていうことなんですねでそれが本格的に合図で渡が取れるようになるのはやっぱ江戸の中期以降なの それがだから万葉を中心としてあの藍の栽培と綿の栽培が立川だとか青津あたりで非常に広がってきてそれで爆発的に藍津北部に広がるのがあの江戸後期明治初期の時代に藍津部門として広がっていくっていうのがどうも一番まともな意見かなというふうに私は思ってますね。でですので 何でもかんでも蒲生さんに持ってく悪い癖があるのでここだけはちょっと気をつけなきゃいけないんですけども、まあ、いずれにしてもやっぱ最先端のものを蒲生さんが持ってきたことは事実と言えると思いますね。で加藤義明だっても実は大した人なんですね、えー。この人の自責っていうのはあのー、入って割と早めに亡くならったんでみんな誰もあんまりよく伝えてないんですけども、えー、例えばあのそれまでは背破り峠が本海道だったわけですけども それをあの何でかあそこの峠滝沢峠に付け替えたのも加藤さんなわけですよですからそれまでは大手と大手門っていうのは三の丸の方にあったわけね世阿堀山に行くから,からそれを北で丸の方に付け替えたで高架町通りをつくったのはあれみんな加藤さんなわけですよだからそれからあの大内に行く火玉峠のところも あれもともとは火玉って言わなかったんだらしいけども名前を変えたのは確か加藤さんだと思うしだから火玉峠も滝沢峠も同じような石畳が今残ってですねあの丸い石で作ってある古い石畳に残ってるんですからみんな加藤さんの頃の,あの峠道の石畳ですあお城はね地震って傾いたんであの7層5層にしたっていう話にまあなってはいるんですけどもはい。 まあそんなことで加藤さん結構自責が大変なことされてるあの三好長道っていう刀が実はありました、会津塔の中であの会津の古い家では長道の刀があって加藤円卓の絵があるうちには嫁に出しても間違いない。 それだけ今で言うとベンツがあって何か 4K テレビがあるうちだと間違いないみたいなもんで長道の刀と円卓の絵があるとその家は大したもんだってことになったくらい有名な長道の刀ってあるんですよ。えっとこれはねあの塩田さん知らないかな首切り野菜もんってこの幕府の首切る役人がいたわけねこの人がその刀の番付表って作ったんですよ。 切れ味で要するに毎日毎日在人の首切ってるわけさ。で頼まれて試し切りやってるわけ。<laughs> あ生きてる人は切らないからね。言ったけど生きてる人切ってるっておかしいんだよ。だからみんなあのし死体を切るわけですから試し切りってあるね。でやってるときに最上技物って要するに一番切れ味がいい刀っていうところに入ってるのが三好長道だ。れから、ね、やっぱりよく切れた。 でこれは実は加藤義明が伊予松山から会津に連れてきた刀鍛冶なんですね。なのでぜひね加藤時代っていうのをお忘れないようにしていただきたい加茂だけじゃありませんということをご記憶いただきたいですね。でこの加藤さんの時に実は大事件が起きる。でこの大事件がその後の星野正義に大きな影響を与えたとも言える。 どういうことが起こったかというと,、えー、と加藤義明にしても蒲生氏里にしてもおいわゆる職法大名ですからもともとの身長というのは小っちゃいわけですよ。せいぜい1万石とか2万石くらいしか持ってなかったのは急激に大きくなるわけですね。でそうなりますとたくさん新しく,やく雇わなきゃいけないわけですよ。 賀茂家の、あのー、家臣団なんか見ると、いろんなところの浪人を集めてるわけね、滅んだところの。だ例えば、柴田勝家が滅んだらその部下だとか、あるいは北条が滅んだらその部下だとかって、いろんなところのそういうのを集めてこうう維持するわけ。なんせちっちゃいところが急に100万億くらいになるわけだから、そのくらいいないと持たないわけ。でね、この連中ってやっぱ。 荒っぽいわけですよ。<laughs> あの、安倍一族って知ってます森外の小説で。あの映画にこの前、この前でも随分前になって、あの真田広之と、それから佐藤浩市が出てくさ安倍一族ってあったんだけど、あれなんか見てもわかるけど、当時の連中なんて、本当にあぶもう乱暴なものでさ、なんか面ン潰されると、すぐ切ったの、貼ったのってやるわけよね。 そのくらいこの戦国の人たちって荒っぽしいわけですよ。だけど、蒲秀氏里とか加藤義明とかってやっぱりほら武将として実力もあるし有名じゃないですか。だかまあみんな言うこと聞くわけですよ。しょうがねえなと思って言うこと聞くんだけど、息子になると馬鹿にしだすわけ。だって戦争したこともなきゃそう、日分けガキみたいなもんでしょ 必ずね、その後ね、お家騒動が起きんの。だあのよくさ、あの徳川幕府が意図的に戸様大名を潰したとかって言うでしょそう教わったじゃないですか。あれ、実は戸様大名ってみんなそうやって内紛するんですよ。<laughs> だからもう、潰さざるを得ないのね。例えば、あのー、柳生田島守の,のお兄さんなんかは、 えと生駒騒動か何かの騒動の時に切り地にしてるんですよねそれも生駒市って確かほらあの信長の,あの最愛の妻だった生駒,さん生駒さんのお兄さんかなんかでやっぱ職法大名でさ30万石くらい持ってたんだけどそれもなんか当主が亡くなって息子の代になってあの重心どもが相争ってさ大騒動を起こしたりするわけでそんなのみんなやってるわけよどこでもかごでもガムオもそうなのよ 家はね、女がみんな偉くて強いわけ。だって、賀茂さんの奥さん、信長の娘でしょその下の秀行の奥さん、家康の養女でしょめっちゃ気が強くて強いわけですよ。<laughs> とにが強いと。だからね、必ずその人の奥さんの言うこと聞かないとうまくいかないわけ。 そ奥さんの機嫌損ねっと切腹させれたりするわけですよ <laughs> で。みんな結構大変なんですよ。というね、おかしげまさって、まあ、これも有名な話なんですけど、蒲生秀行が亡くなった後、忠之の、忠里の時代かな、にそのおかしげまさって切れ者がいて、その人が蒲生の家を仕切るんですけど、倹約令かなんか出して、あのー、要するになんか未亡人の、 身亡人である家康の養女の、あのー、お金は使い方が荒いとかって言って <laughs> 注意するわけ <laughs> それで身亡人が切れて <laughs> 俺は親父に訴えるっつって家康に訴えて重政は切腹させられるっていう <laughs>、まあ、そんなことがあるくらい、まあ、当時は結構大変なんですで何の話したいかっていうと、まあ、そういうことなわけ、ね、で義明が亡くなった後とも同じで ホリモンドってまあ有名なあの武将が重心でいたんですね。この人がとにかくその跡取りになった秋成と仲悪いわけ。要するに、ホリモンドからすると親父の「親父は大したやつだったけど息子はダメだ」ってこういつも思ってるわけですね。で息子の方もそれが分かってからホリモンドに厳しく当たるわけですよね。でもこじれにこじれてホリモンドはとうとうですよ。 会津を出奔するわけそれも一族郎党を引き連れてで鉄砲何十丁担いでで城下を去る時に天守閣に向かって鉄砲を打ちかけるっていうそこまでやってねあの会津藩を脱走するわけですよ。でこれこの前また面白い話があって応答で伝えられてる民話の中で そのホリモンドっていう悪者がお城から逃げてきて大戸まで来てえその橋を渡った時にその橋を守ってる人を斬り殺したとかっていうのが言いになってるくらい長らくそのホリモンドって悪者にされてたわけでこのホリモンドってやつが許されないっていうんで加藤明きなりっていうのがしつこく全国追い回すわけそのホリモンドが逃げた後 ホリモンド自体は高野山まで逃げ込むんですよ。高野山っていうのはそのあのー、入っちゃいけないわけですね。あのー、サンクチュアリーみたいなもんだから。とかそこまで行って捕まえるわけ。それから奥さんね、ホリモンドの奥さんは東慶寺って鎌倉の有名なあの縁切り寺と言われている阿寺がありまして、えここはあ豊臣秀頼の娘があのー、住職になったくらい家の格が寺の格が高い。 お寺なんですけどそこに逃げ込んだ奥様であの舞台に引きずり出してっていう事件を起こすわけですよそれでとうとう加藤明成は会津を召し上げられて <laughs> であのー、田舎の方で1万石くらいもらうような身分になっちゃうでそういう事件を起こしたのがこのホリモンド事件と言われる事件 なんでこだわりしたかっていうと実はその星田正行という人間が行った政治改革っていうものは大したものだ命訓だというふうに私もその通りだと思うところがたくさんあるんですけど一番やっぱり重要だったのはこういう荒っぽい連中をどうやっておとなしくさせるかだったわけですよ星田正義からすれば。 正自身もそうなんですよね高遠3万石から山形20万石になってそれから会二23万石になってプラス奥田を5万5千億石だから実だから28万5千億石の9倍の規模になったわけですからもういろんな家臣団がいるわけでこいつらがまた暴れまくった日にはもうとんでもねえととにかくこの人たちをおとなしくさせなきゃいけないっていうのはね彼は本当に強烈に考えたんですよ。 それで正行が頭が良かったのは朱子学という当時中国から渡ってきた先進の学問を入れましょうと。そして潤子を禁止する。潤子ってわかりますよねあの。自分が使えてた主人が亡くなると自分も死ぬ。でこれでほら一緒に行けなくて騒動になったのが安倍一族なわけさ。こ有名な話でしょ。それから罰子用紙を認めましょうと。 松尾養子良しって要するに、あのー、もうこんなになってからこの人養子って言っても認めましょうっていうことです実はこの時代の代名って急死するんですよ割とこれなんでかって私考えたんだけど一つの原因は大酒飲み大酒飲みが多いだから切れて死ぬんだねだからもう一つは梅毒梅毒も非常に多くて あれも急激に脳に来て死にますから,から結局その後継者を決められないままに休止しちゃうケースがすごく多いんですよそうすると養子がいないから取り潰しだってことになるでしょそれはやっぱまずいよねってことになって正代金が何で朱子額を入れて潤死、えー、を禁止して松ゴ養子を認めなのかって言うと要するにモン答みたいなのはもうやめましょうと。 せっかく私のおじいさんが平和にしたんだから、もう戦国の時代は終わり。もうそういう時代じゃないから、みんなでお勉強しましょう。そのために趣旨学っていう勉強があるんだから、それを勉強しておとなしくならんしょっていうのが、その正行が行った政治改革で、私はやっぱり一番重要なことだったんだろうと、こう思うんですね。はい、で、同時に、えっ、ー、と、家康。 正行のおじいさんである家康が非常に参考にしたのが源頼朝の鎌倉幕府を非常に尊敬して見習ったんだけど彼らがやろうとしてできなかった長子相続制っていうのを入れはもう家康の本当に革命的な考え方でそれまではとにかく 戦争しなきゃなりませんから、ボンクラがトップじゃ困るってことになるわけですから、やっぱり、あのー、ね、めかけ腹だろうがなんだろうが、強いやつトップにしましょうってなるわけだけど、もうそれやってたんじゃ、今みたいな話がまた続くでしょね、だからもう、ボンでもちょんでもとにかく、長男が一番割、割れすっていうことにしたわけですよ。 それで、ほら、今日の話のね、400年続いてきた土地のさまざまなややこしい問題が、ようやく相続が確立されて、片付いたわけですよ。長い、非常に長い土地の争いなわけで、ね。ここは面白いんですよ、ここは。それからね、もう一つはね、えっ、ー、と、家康が行ったことで、私たちがやっぱ覚えとかなきゃいけないっていうのは、 商業国家にするか農業国家にするかっていうことをやっぱり家康は真剣に考えたわけですよね。でその時にねやっぱ家康が非常に参考にしたのがまあ家康がって言っていいのかなその人たちその人たちの後の人たちが参考にしたのが中国における明という王朝の登場だったわけですね。 民という王朝っていうのはそれまでの元という王朝から変わって漢民族の国家になるわけですけども同時に元という国が商業主義の国家だとすると民という国は農業主義の国家に変えたんですね安定させるためにでもそれはね結構参考にした可能性って私はかなりあるっていうふうに思ってるんですねまあ家康はね民の建国よりも前の人なんで直接それを見てたわけではないだろうけども でここでそのさっきの税の話がまた確立するんですよ、初めてだからエスタ康は実はその相続税を片付けると同時に税制も片付けたわけですよでここでいわゆる日本の近代的な土地を基準とする税制体系っていうのが確立されるわけです でこの税の問題ってのはこのあと江戸の時にものすごくまた大きな問題を起こしていくわけ。要するに何割税金取るかっていうことなんですよ。あの四高六民ってねよくおっしゃるのはそれこそ最初に家康が作った税制なわけ。とは成り立たないわけですよ。成り立たない。 会津藩だから7校3民だからひどい時は。四 <laughs> 公6民だったら渋6でしょ <laughs> ?73 ですからね <laughs> 成田<と>は <laughs>、まあ、その話はねそのなしはね会津松平藩で3回もやるときにたっぷりお話はしますけどとやかのやっぱ税の問題ってねあの国を治める時の根幹なんですね。 だ何でもくれますが相続、土地、税っていうこの3点セットっていうのはあのよくよく考えてシステム化しないと物事はうまく収まらないですねで。最後に人口の話だけしましょう。えっと、どこまで話したかな人口の話は確か縄文20万人まで話したと思うんですけど弥生になるとこれが300万人になります約15倍だこれは水田稲作というものの生産力のおかげで 約15倍になるんですねいや増えたの増ええたた水田稲作という生産体系を導入するもちろんその時に行くばっかりの人口も一緒に来たわけだけどもそれは大した人口の数じゃないそうではなくて技術を導入したことによってみんなが水田稲作をするようになって300万人にまで増える。 ところがこのあとずっと行っても600万人までしかならないわけ。奈良平安ってずっと長い時間かけても倍しか増えなかった。それはなぜかっていうと、誰も土地を増やすとかそういう何の経済政策をしなかったわけですよ。何やったかってお寺だけ建てたわけだから <laughs>。とにかくお寺は建てたんだけど、それ以外のことはしないわけ。だから人口増えるわけない。それでは600万人になる。 でその後あのー、鎌倉南北朝室町と続く中でそれぞれの在地の勢力が土地の開墾をして少しずつ増やしてようやく戦国の終わりに1,000万人になるこれも約2倍だから300から600600 600から1,000からこれで江戸時代始まるでこれがなんと100年後に3,000万人になるそうでしょ 100年後3000万人になるってのは爆発的に増えるわけですよ人口がでこれが要するにさっき言った家康が作った統治システムで相続の問題が解決されて、えー、それから何だっけ税の問題が土地の税の問題が解決されたんで世の中安定したんですよ、まあ、まずは戦争がなくなったってことは当然ありましたそからもう一つ忘れていけないのは綿なんです ちょっと脱線しますけどね。まあ福西が最初に綿を扱ったって話をちょっとしましたけども綿の前に我々は何を着てたかっていうことです。潮田さん何だと思いますか綿の前に我々は何を着てたかだからその今のその歴史の教え方でダメだっていうのはそういうこと誰も気がつかないからで、ね、す。そうなんです。よくて朝。 割るきゃね、あのシナフとかっていう木の皮を叩いて繊維にしたのね、ああいうものを切るしかないわけ。絹切れんのよっぽどごく少数ですから、他はみんなそんなもんです。当然、風邪ひくでしょ。冬寒いし。だからみんなバタバタ死ぬわけですよ。で、綿切ると風邪ひかないでしょ。だから人口増えるんですよ。 実は綿というのは室町時代の頃は南京木綿といって中国から輸入する時のものすごく高価なものだったんですねそれがあまりにも高価だっていうんで綿を自分たちで作りましょうということで綿作が初めて始まるのが今の東海地方と近畿地方で始まるこれが大体室町の中頃から終わり頃と言われてるんですけども でこの綿が取れるようになるとイワシが取れる意味わかんないでしょ綿 <laughs> が取れると網が作れるでしょ網がと作れるとイワシが取れるわけイワシが取れると肥料ができるでしょだからイワシを田作りって今でも言うじゃないですか だから初めて、あのー、濃厚で動物性の肥料を与えられるようになったわけですよ。なので、生産力が伸びると。そういうことす。だから全ては綿から始まるんですよ。綿 <laughs> は恐るべし。あ、ということで、あの、すみません、脱線をいたしましたけれども、えー、第2回目の講座はこれで終わります。えっ、ー、と、次回は、 無謀なことを考えてまして、まし一日で4講座を全部録画するということに挑戦をいたしますので私の体力が持つかどうかは蓋を開けてみないと分かりませんが一応次回は会津松平藩から始まりまして幕末母神の1と21は主に徳川幕府2は主に会津藩を語り最後に明治から近現代ということで会津大学の開学くらいまでを お話したいと思いますがくれぐれも申し上げますが私は専門家ではありませんのであくまでも漫談に近いものだと思ってご理解いただければと思いますそれではご清聴ありがとうございました